こんにちは、おちゃみです。今日の動画はこちら。ディズニーの100周年を記念したフィギュア1種類と、スイートビーンのハロウィンの時に出たもの2つ。さらに、めちゃくちゃ尊敬しております。グレープブレインさんという作家さんの人気キャラクター、地獄猫おにぎりのガチャガチャ版。こちらの冬バージョン、まあ、クリスマスバージョンになるんですが、このフィギュアのカスタマイズをご紹介していきたいと思います。で、お先にちょっと言っておくと、スイートビーンはね、もう開封してあります。というのは、もう欲しいのだけを買いました。自分ではもう何が出るか分かっているんですが、中の袋は開けないでずっと我慢してました。ぜひ開けて、どんな感じなのかっていうのを一緒に楽しんでいただけたらと思います。ではですね、まあ、まずは一番最近の新作、こちらのベル。これを1個開封していきます。ではこちら、まあ、1個しかないんですけども、ディズニーのキャラクター。有名なキャラクターばっかりなので、本当何が出ても、まあ、全部好きかなとは思ってるんですけども、ただね、やっぱりせっかくなら私はミッキーとミニーちゃん、このどっちかをぜひ狙っていきたいと思います。ミッキー、ミニー、超欲しいです。で、映画自体は見てないけど、デザインとしてはこのレッサーパンダのやつ。このデザインはね、見た目がすごく好きなので、これが出たらすごく嬉しいです。ミッキー、ミニーとレッサーパンダ。この3つが欲しいなと思っています。では、開けていきましょう。オンリーワンですね。1個しかないので。カードが大丈夫？よいしょ。音がする。ベルの音がします。結構縦に大きめですね。一個だけなので、こちらが答えだー！お、うん？あ！デイジーって言うんだっけ？あれ？違う？あーでも可愛い。比較的こうメイン系のキャラですよね。可愛い可愛い。え、どうやって外すんだろう。テープがついてますね。テープと、こんな感じ？これはもう一体型かな？外れるのかな？結構しっかりくっついてますね。外れるわけじゃないのかな？なんか引っ張れば外れそうな気もするけど、無茶して折れたら怖いからやめとこうか。こうやればオーナメントとして飾れそうです。かわいい、デイジーちゃん。中が変えられたらより良かったんですけど、本当はね、この中が変えられたらこの、今回クリスマスのペイントしたこれを、こうやって被せたりできるかなとか思ったんですけど、それは、ちょっと厳しいかな？なんか強引にやるの嫌ですもんね。これはこれで1個だと思います。まあ、でも、このメイン系のデイジーが出てくれたので、すごく嬉しいです。尻尾がめっちゃ大きめ。デイジー。あ、鈴をこの上につけてあげるといいのかな？はい。それでは、これ、開けていきまーす。もう開いてまーす。さっきも言ってますが、開いてまーす。デザインはこちらです。これね、別のカラーリングのものが、去年か一昨年、去年じゃないかな、多分、一昨年かな。出てるんですよね。で、今回はすべてのこのシリーズのデザインが色違いで出てます。私が買ったのが何なのか、まあ予想つきやすいキャラだとは思います。人気のものですね。私も欲しかったので、それを買ってみました。どんな感じかすごい楽しみ。せーの、よいしょー！じゃーん！これね、前回は、色違いで出てた時はね、これ半分に色が分かれてて、黒と白に分かれてたんですね。こう半分ずつで色が分かれてたんですけど、今回は白から
黒に変わるっていうことなんですね。冷たい水に入れるとこれ色が変わるらしいんですよ。早速入れてみましょう。ちなみにこんなパーツついてるので先つけます。ちょっとカードを先に見ていただきますね。こんな感じです。後ろ。それでは早速水につけてみます。どうでしょうか。水っていうかね、若干氷を入れてみましたよ。どう？え？変わらない。え？変わった？あ、変わってきてる。いける。どうぞ。どうだ、変わるかな。あれ、氷追加。冷たい、冷たいよ。もっとキンキンじゃないとダメ。やばい、指がめっちゃ冷たい。
3色、ポーズは立ちと座りの2パターンの全6種類となっています。これまでに春夏秋とカスタムペイントをしてきました。ということで今回はこちらの冬バージョンカスタムをご紹介します。これまではカスタマイズのパテ付けや色付けを最初から動画に撮っていたんですが、毎回同じ手順なので今回は完成版のみご覧いただきます。リボンの部分は樹脂粘土で作るつもりがすぐに用意できなかったので、もう諦めていつもの通りエポキシパテで作りました。なので今後は折れないように注意が必要かなと思っています。包装紙に当たる赤色の部分を黄色にするか緑色にするか茶色にするか、リボンの色はどうするか、柄はどうしようかっていうような感じで、今回の色付けはめちゃくちゃ迷いました。最終的にはもう赤と緑、もうクリスマスカラーなんですが、こちらで完成にさせました。大好きなキャラクターなのでリスペクトも込めて、私のガチャガチャ史上最高にたくさん回しました。今後もまだまだカスタムしたいと思っています。それでは360度ぐるっとお楽しみください。今回はちゃんとした開封はこのデイジー1個だったんですが、あとの2つ、スイートビーンに関しては好きなものをちょっと割高にはなるんですが開封済みで中が分かってるものを買うということにしました。12月に入ってから、ポップマートの製品一斉に値上げをしました。どうしても円安には勝てなかったっていう感じなのかなと思うんですが、それによってちょっとね今後買える数少し減るかもしれません。でも開封動画はぜひ続けていきたいと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価ボタンもぜひよろしくお願いします。またねー。